ニージュニー,ノーブガラトで展示されているラマイナス9ラマイナス9はソ連で開発された戦闘機である。1946年に初飛行した。ラマイナス9はソ連においてラグマイナス1以来ラーボチュキン設計局が開発を続けてきた一連の戦闘機の完成型といえる機体であった。そこではラマイナス7まで金属、木材、布等の混合構造であった。 機体構造を全金属製にするなど全面的な解説系を行われていた。また、操縦席もより視界の良い風防に変更されていた。戦力化は第二次世界大戦には間に合わなかったが、約マイナス 9P と共に1940年代後半のソ連軍の主力戦闘機となった。しかしながら、1947年にはミグマイナス15の初飛行に成功するなど、 ジェット化がすぐ後に控えていたため、ラマイナス9などのレシプロ戦闘機はそれらと比べれば、あまり多くは配備されなかった。ラマイナス9の発展型としては、1947年に初飛行したラマイナス 9V とも呼ばれる、複雑練習訓練戦闘機があり、また同年には、ジェットエンジン2機を搭載するラマイナス 9RD も飛行した。ラマイナス11はラマイナス9の長距離。 護衛戦闘機型で、翼端に燃料タンクを取り付けることもできた。ラマイナス9とラマイナス11は、共に朝鮮戦争へ投入され、約マイナス 9P と共に、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国軍の航空戦力の主力を担った。また、ラマイナス9はルーマニアなどに、ラマイナス11はインドネシアなどにも輸出された。日本の近くでは、 1950年代、エトルフ島にソ連軍のラ -11 が配備されていた。ラ -9、ありがとうございます。